こんにちは、響き整体スクールの高橋です。今回も整体アロマサロンについての、ビジョンについてお話ししたいと思います。響きは今日の出町にありますけども、大体3年ぐらいしたらですね、もうちょっと広いところに移りたいですね。で、整体スクールはメイン、もちろん今までの、アロマリンパマッサージとか整体ツボ療法もサロンとしてやります。生徒さんに、そうですね、毎月10人とかですね、20人ぐらい来ていただいて、それでスタッフをですね、2人ぐらい 抱えられればいいかなと思ってますね。ただ、経済状況とかですね、ありますから、その時によって時々修正しなければいけませんね。円安になったり円高になったり、戦争が始まったりですね、さまざまな要因が予測できないことがありますので、あまり見ずにビジョン書いてしまいますと、なかなか上手にそれ通りにはいかないですね。大雑把で構わないので、ビジョンはとても大切です。スクールで一緒にお話ししましょう。以上です。